クローフォード軍はアメリカ合衆国入りの異衆の東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は19,817人であり、2000年の2452人から3.1%減少した。軍庁所在地はロビンソン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。クローフォード軍は1816年にエドワーズ軍から分離して設立された。 設立当時は、州領域の約3分の1に及ぶ大きな軍だったが、その後の新軍の創設分離により、1831年に現在の大きさまで小さくなった。軍名は、ジョージア州出身で、当時はアメリカ合衆国陸軍長官と財務長官を務めていたウィリアム・ H クローフォードに、ちなんで名付けられた。軍内では開拓者とインディアンの間で、 いくつかの戦闘が行われた。また州内で唯一女性を公主刑にした場所となった。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は445.82平方マイルであり、このうち陸地443.63平方マイル、水域は2.19平方マイルで、水域率は0.49%である。 軍東側協会のいくらかは、ボバッシュ側になっている。近年、軍庁所在地である、ロビンソン市の平均気温は1月の歌詞21度から7月の歌詞89度まで変化している。過去最低気温は1989年12月に記録された歌詞23度であり、過去最高気温は1954年7月に記録された下市114度である。 月間降水量は1月の2.45インチから5月の4.67インチまで変化している。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。クローフォード群は下記10の群区に分割されている。ありがとうございます。